よし、それでは試練やっていきましょうか。今回はね、はい、階段を登ればセロラン試練です。ということで行くぞ。はい、うん、いよいよだよ。ではどの試練か説明しちゃいます。跡地にはゴーストタイプのポケモンがたくさんいるんだ。アセロラの試練はね、ここの主ポケモンをポケファインダーで撮影することです。主ポケモンは隠れ穴といたずらが好きなポケモンなの。他のゴーストタイプのポケモンの写真を撮っていれば自分持って出てくるよ、きっと。だからおかしなことが起きたあたりを調べてみて、きっとゴーストタイプのポケモンがいるはずだから撮影だよ。ポケファインダー借りるね。へへ、ロトムもゴーストタイプのポケモンだもんね。ここをこうしてっと。試練の撮影モードを使えるようにしたよ。はいはいごめんなさい、くしゃみが。バッチリ準備しないとね。大丈夫かな。いよいよ試練のと、じゃあ行きましょうか。鼻がムズムズしちゃって。あ、試練開始。さあやっていきましょう。うん、お、ベルトコンベアがなぜか動き出した。よし、ポケファインダーを起動して、あ、ゴースだ、かわいい、チース。ポケモンに気づかれてしまった。でもこれ気づかれていいんだよね、かわいい。私ね、試練の中でこれが一番好きだわ。面白かった。可愛いからね、みんなぜひぜひ見ていただけると。ゴーストも可愛いしね。オッケー、あ、ピカチュウ皆さんここでなんとなくお分かりであろうかお分かりであろうか、主ポケモン何が出てくるか。お、ショッピングカートが一人でね動き出した。ちょっと見ますか。ポケファインダーを起動して、お、ゴーストがいる、かわいい。カシャ、ポケモンに気づかれてしまった。いいね、ロブ、ナイス。あ、モブがレベル上がっちゃうな。プッチョで行こうかなって思ったのにな、ここの試練は。またピカチュウが、よいしょ。さあ次は、あ、ぬいぐるみが勝手に動き出した。ここ特にアイテムとかないんだよね。ぬいぐるみが勝手に動いてる。はい、間になんかいるのかな。あ、ゲンガーだ。あー、私ね、ポケモンでゲンガーが一番好きなんだよ。超かわいい。ゲンガーおいで、こっち、こっちおいで、こっち。あれ、なかなか来てくんないな。ゲンガー上にいるかな。いたいたいた、カシャ、ゲンガー、よいしょ。これゲンガーのね、なんかひょこひょこって動くのが、これがめっちゃかわいい。あー、かわいいかわいい。目つき悪いけどかわいいポケモンだよね、ゲンガー。よし、いくよ。ごめんよ、倒しちゃうんだぜ。あー、よし、で、そして後ろを走るピカチュウピカチュウ、よいしょ。ちょっとパリンコね、いや、いけないだろうなね。ゴーストフェアリーやしな。エスパー技等倍かな。あ、アセロアちゃん
君だね。なんだよ、そんなのどうだっていいよ。試練は終わり、早くここから出て行ってよ。まだ終わってないよ。この奥は危険、試練なんてやめて出て行きなよ。試練続けるよ。出て行けって。出て行かないよ。出て行け。やだよ。出て行け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 。写真を撮る。お、何もしていないのにドアの鍵が開いた。観念したんだろうな。さあ行くか。どこからか視線を感じる。ポケファインダーが勝手に起動した。これね、ほんとピカチュウの絵ばっかりなんですよ。これもピカチュウだしね。ピカチュウのシルエット、これもピカチュウ、ピカチュウなんか下ピョンピョン跳ねてるけど、とりあえず部屋見ようか。これピカチュウだよね。これもピカチュウ、ピカチュウピカチュウ、これなんかアニメのピカチュウっぽい。これさあ見るか、下を。こんにちはかわいいミミッキュですね。はい、見たさあやっていきましょう。なしのミミッキュ。これもまた特大サイズのミミッキュもらえたりすんのかな、あのシール集めたら。てかでかいよね。まず一旦目はあれだよね、化けの皮なので、こてん。やっぱシャドウクロー強いな。いやこれは変えた方がいいな、やめた方がいいな。よしよしよし。あ、ジュペッタ、おお。めっちゃゴーストポケモンだから、プッチョで行こう。入れ替えるぜ。もう化けの皮剥がせただけでもオッケーオッケー。よし、じゃあプッチョ行くよ。シャドウクロー効かないよ。鬼火、あ、鬼火ちょっと注意だね。ミックダック、ミミッキュか、倒せるかな。レベル35、女の子か。女の子のミミッキュかわいい。でお、いいね、続襲。あ、そっかそっか、あ、そうだそうだ、フェアリー入ってるから、そっかそっかそっか。毒毒の牙の方が効くかな。あ、チャレついてきた。あーあー、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あー、やば。ちょ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 、これはまずいですよ。まあ、ただミミッキュ毒ってるから、そこが好調の幸いって感じですかね。よいしょ。ドロイめんどくさいもんね。じゃれついて行って。テレスクでこんな食らっちゃうの、不意打ち。どっちが効くかな。ちょ強いな、ミミッキュ。ちょ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 、やめてください。あ、よしよしよし、ミミッキュ倒れて、プッチョで行った方がいいか。よいしょ。で、元気のかけらを使って、少しでも経験値が入りますように。オッケー。ペッタは噛み砕く効く？あ、効くね。よしよしよし。はあ、クリア。よいしょ。ミミッキュはどこかに姿を消した。ポケファインダーに写真が1枚増えている。写真にはぼんやりとミミッキュが写っている。早速写真確認ね。どれどれ。あ、ミミッキュだ。あの子うまく撮影するの難しいのにすごい。では
たゴーストゼット。ちょっとミミッキーを捕獲したいですね。試練達成。やっぱミミッキーかな。ちょっとここ跡地見てみましょうか。もうゴーストタイプの Z クレイスターゴースト Z を手に入れた。ゴーストの Z パワーを使うのはこんなポーズを決めちゃってね。ダラララララララバー。アデラー試練を達成したものならポケモンを捕まえても OK です。はいどうぞ。ありがとうダークボール。ゴーストタイプのポケモンが仲間にいるといいよ。え、中にアセロラがいて奥の部屋があったって。もうマンテは私を脅かせようとして。でもバレバレだって。アセロラここにいたし跡地の奥に部屋はないもの。え？って思ったんだよね。あれなんだか冷えてきた。でそんなわけないか。ウェーイウェーイだよ。支援達成おめでろと。さあじゃあちょっとね中入りましょうか。ゴーストタイプのポケモンをゲットしたいんですけれど、みんなちょっといい感じに HP 削れちゃってるな。回復いってもいいけどいっか。よいしょ。ここでよいしょよいしょ。傷薬使い切っちゃおう。よし傷薬使い切って次はいい傷薬で誰で行った方がいいかな。さあさあさあお願いします。あ出たやった。あミミッキュー、これはゲットしたい。仲間呼びされたら面倒だぞー。どうだ？オスミミッキューやし。やったやった。どうだろう、バブル光線ね、どれ、あ、そうか、まずは化けの皮を剥がして、いまだにミミッキュー、なんか冷凍でかなり使われてるポケモンみたいですね。いまだに強いっていう。バブル光線覚えちゃった。マジか。はい。どんぐらい効く？あ、半分かー。どうなんだろう。この状態ではダメだよね。多分入んないよね。ムーンボール。ダークボール。ゴージャス、フレンド、レベル、ムーンボール。月の日で進化するポケモンは捕まえやすくなる。ムーンボール綺麗だよね。あ、ゴージャスボールにしちゃった。ゴージャスに行く？入るかな？よしよし、ナイス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 。ゲッ、仲間呼びか。うー出た、2匹目。さあちょっと最近ね、ね、あ、レベル34か。個人的にミミッキーはね、なんとなくオスの方がいいんだけど、まあいっか。ブルーコース騙し、出て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 。どうやったら一番削れるかな。はい、最近ね、あ、最近でこんぐらい削れちゃうんだ。そっかそっかそっか。ちょっと、いや、ちょっとオスの方倒そう。倒して甘える。よし、これでもう一回。よいしょ、ダークボール。どう？あ、やった！よし、ゲット！まあ、メスだけど、いっか。ミミッキュー。さあ、相変わらずちょっと3問から引き続き使うんですけれども、よろしくな。よし。ミミッキュー。やべよろと。風が舞って偶然中身を見てしまったトレーナーは、その日の晩に苦しみもがえて死んだ。だいぶブラックだよね。これさ、言語をさ、漢字じ
ゃなくてひらがなにしたらもう少し柔らかいのかな。だって子供をこの文章見たら怖がっちゃうよね。ということで、じゃあミミッキのニックネームどうしようかな。そう、なんか今回ねぼやってあんまりぼやっとしてるんですけど、市販のお菓子の名前が多いっていうか、まあ市販のお菓子の名前でつけてるんですよ。だからどうしようか、何がいいかな。パリンコとかみんな知ってるかな。おせんべいなんだけど、塩せんべい。何にしようかな。スコンブ、スコンブ。あ、宮古昆布とか有名だけどね。宮古昆布、スコンブでいいか。じゃあちょっとこのスコンブにしよう。可愛くないけど、まあいいか。よし、スコンブ手持ちに加えていくぜ。よっしゃー。ということでゲットしたので、もうここは用なしなんだけれど、あ、ちょっとここでかくれポン使おう。あ、ここで使えるんだ、かくれポン。よし、お役に立つろと。よいしょ、ちょっと待ってね。あとは特に探索するところないよね。なんか抜け道みたいなところってなかったよねって感じなんだけど、ないよね。あ、ほんとだ、あそこの部屋がなくなってる。ひー、こえーこえー。じゃあ出るか。特に何もなさそうね。なんかアイテムもなんもなかったね、ここね。なんか宝の宝庫って感じがするけど、勝手にね。よいしょ。さあちょっとね、スコンブのレベル上げしたいところなんですが、まあね、あの学習装置で自然と上がっていくので、まあちょっと今回は普通に控えに回って釣れます感じでいこうかなと思います。控えとして入れとくぜ。そう、あとね、ここをどうやっていくんだっけなって今ちょっと思っててさ、どうやっていくんだあそこ。あ、ここか。あ、いけるじゃん全然。よいしょ、こうか。よいしょ、満タンの薬。ふう。あ、ということでまたあれだね、エーテルハウスに行かないとダメですね。じゃあちょっと回復しましょう。はい、タタタン。よし、いやー満足満足、これで4匹目だな。いやごめんね本当にね、なんか別のポケモン使ってほしいって思ってる人もいらっしゃるかもしれないけどね。サンムーンでミミッキュー入れてたじゃんって思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、なんかね、白ですな考えたんだけど、なんかレベル上げ多分めっちゃ大変になると思うのでね、ちょっとミミッキュにしました今回も。すいません。ということでいきましょう。お、あ、プルメリ姉さんいるやん。おや、案外早かったじゃないか。あんたら子供相手にもたもたしてるからさ。さてと、あたいの出番だね。あんた言っただろ、次邪魔したら本気でやっちまうからって。よし、やるか。プルメリちゃん使ってくるの。うん、クロバットになってない。ゴルバットまだ。はい、行くぜパリンコ。よいしょ、さあ行きね。ナイス。で、エンニューとか、うん、エンニューとかそのままでいいか。エビアさんの味、いや強いね本当。いけるか、大丈夫かな。ダブル光線、ヘドバック、いいなヘドバック。よしよしよし。ふう、はん、自分が嫌になっちゃうね。
あんた大したもんだよ、まあ、子供相手に手間取るのも分かる強さか。ただポケモンを返してほしければあんた一人で来るんだ。ボスがお待ちかねなんだ。ポータウンのあたいらのアジトで。あ、ついにアジト行く。はい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 、ポータウン。うーん、負けちゃいけない。勝負は楽しくないよね。みんな大丈夫？やんちゃん許せない。っていうかスカルダの上に頭いいことしちゃって。ポケモン返してほしければもう一人でポータウンに来いってあいつら言ってたよね。スカルダの連中はポータウンをねじろにしてるの。そうだ、15番水道にいる鬼門の人を探せば地下になってくれるかも。あの人水上移動するポケモンに詳しいんだ。これあげるから、ヤンちゃん、ヤングースのこと。あ、ありがとう、不思議な雨、助かる。リリエ、星雲ちゃん大丈夫だったのかな。よいしょ、ちょっと待ってよ。ほい、あ、よかった、星雲ちゃんいる。ポケモンが連れ去られ傷つけられるかもしれない。私には耐えられません。モンさん、助けてあげてください。よし、じゃあ行きますか。ついに会えるね、着物の人。いや、ポケモンね、過去作やってる者としてはね、びっくりしたんだよね。いた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 。島巡りか。こんなさびれたところで何をしているのかな。スカルダンが、なるほど、訳ありというわけか。では勝負をしようか。ねえ、ギーマさんだよ。 BW だよね、ギーマさん。私、ギーマが投げるコインがどうなるか当てるがいい。裏、ギャンブラーなんですけどね、なぜか着流しを着てるっていう。すごいね、預言者のように当てたか。そういうもの、君たちすごく眩しいよ。君は勝利した。サメ肌のライドナンバーを教えるから乗りこなすがいい。ありがとうございます、ギーマさん。おせっかいながら説明しようか。サメ肌にライドすれば B ボタンのジェットで案内輪も壊せるのさ。おせっかいついてた16番道路をさらに越えるとポータウンという街がある。スカルダンがタムロしているから迂闊に近づかない方がいい。ありがとうございます。ポータウンに行くしかないみたいろね。着流しの以前は一緒地方でナオテのトレーナーだったらしい。そうですよ、彼は四天王でしたからね。量もそうなのかな。さあ、じゃあやりますか。ちょっと隠れポン使うか。4つもあるからな。役に立つロト、よいしょよいしょよいしょ。じゃこれも、あ、ちょっと待って、あ、間違えた、ちょっと待って、ライドスの間違えた。サメ肌ライドを下にしとくか。これよいしょ、下よいしょ、変えるぜ。ドーンサメ肌かわいい。ドーンで早いよね、ラプラスより。ドーン、ちょっとここ行きましょうか。ここの島がね、ちょっと気になってまして。あ、トレーナーかな。うん、乗りこなせ。あ、サーファーさん、あー、かわいい、マンタイン。パリンコ行くよ。よいしょ、サイキネ打って、お、偉いね、急所に当てた。おー、エアスライテ、よし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 、一匹だけで助かったぜ。ナイス。さてさて、あ、そっか、もうみんなレベル45だから小鳥ちゃんでいいのか。よいしょ、スコンボはレベル上がりやすいかな。
あ、ようやく半分ぐらいか。まあ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 、徐々に育てていきましょうか。ここにお家がありますね。あ、アクロバット。みんなノリノリサーフ協会でシールを、お、50枚だ、やった。お、おお、50枚で何が来るんだろう。またのしポケモンかな。でかいのしポケモン来ましたよかね。幻のオーバーザギャラドさ、海と満天に愛された伝説のサーファーの得意技だが、今ではもう誰も決め方がわからんらしい。オーバーザギャラドス、あの夕焼け忘れられんな。ほんのわずかな時間、燃える夕日が海に落ちる瞬間をまた見たいな。オーバーザギャラドス、オーバーザギャラドス決めたらあのおじさんなんかくれそうだね。よいしょ、さあ行きますか。よいしょ、あ、トレーナーいる。よし、やっていこう。今日はね、今回はここのトレーナー倒したところで終わりにしようかな。ちょっとポーターンは次回ですね。一回さ、こういうなんか最新ゲームをなんかクリアするまで 寝れませんみたいなやつやってみたいんですけどね。なかなかお仕事の都合でそういうのができなくってさ。よいしょ、どうしようかな。ね、今の仕事はね、ちょっと来年いっぱいか、もしくは今年度いっぱいでね、辞めるつもりでいるので、そしたらね、次のお仕事決まるまではゆっくり配信できるかなと思うんですけどって。おお、マジか。よいしょ、ちょっと待ってなー、ケラはたくさんあるから。よいしょ、お金もあるからかけらもちゃんと買った方がいいね。噛み砕け。よし、溶ける、いらないかな。鳥ちゃんもレベル上がったね。バルダクミ、いらないかな。よいしょ、ふう。あ、そうだそうだ。よいしょ、さてさて、ダイブボール、あ、トレーナーか。よし、やろう。生こぼしとか3人後につつかれちゃう。ポケモンセンターついたところでね、今回は終わりにします。水着カップルとかリア充かよ、ほんと。ナイトプールとか行ってそうだな。あー、ちょー、許さん、こういうリア充。よし、やっちまえ、お前ら。リラックスしてる、かわいいやつめ。どうしよう、再起ねが効果ありなんだ。再起ねで、噛み砕く。よし、噛み砕け。よし、いいよいいよ。急所当てて、よし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 。あ、波乗りいいな、欲しい。よいしょ。あ、そっか、バカ、またやらかした。もう貯水をすぐに忘れるんだけど。はい、よし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 。この辺は何もないか。よいしょ、ちょっと待ってよ。あ、もういないかな、トレーナー。あ、スターミーだ。これは、あ、なんかイベントだ。何これ、
困ったな、実に困った。どうしたんですか？謎のポケモンスターミー、おじさんの相棒なんだけどさ、にらめっこが大好きでね。かわいい。もう1週間もずっとにらめっこしっぱなしなのさ。そうそう、帰りたいんだけど、にらめっこで負けないと動いてくれないんだよ。いや、あの、いやー、あ、最強の敵おったわ。いやー、あ、でもそれでも、それでも宿に行っちゃうのか。シャシャシャー、少女おたけびやいか、もう帰ろうな。シャシャー、あー、そんなまだやるのかい。どこかにスターミーに勝てるポケモンいないかな。クソグロを覚えてるポケモンの一発なんだけど、アローラではあまり見ない技だから無理かもな。誰かいいのかな、クソグロね。この子もか。くすぐるね。確かにあんま見ないよね。教え技で教えさせてって感じなのかな。はいはい。サンド。あ、アローラサンドだ。パリンコ。ちょっとね、何気に HP がやばいので自己採用しよう。お、あいへい、よいしょ。アローラサンドってタイプなんだ。氷と、氷と地面。あー、あんま効かない。あれ、そっか、鋼入ってんだっけ。そっか、ゴースト、よし。あー、かわいい。ナイス。あと1匹は、よしよし、スコンブレベル上がって、プクリン、おー、いいね。プープルルだよ、プクリン、プク。マジカルシャイン、おー、強い。あ、じゃ、てか強いよな、ほんとフェアリー、もうほんとフェアリー、クソ、もう。ナイス。リナボールに戻ろう。ちょっと長くなっちゃったけど、これぐらいかな。あとはトレーナー、オランベ。あのね、ねえねえ、あのね、僕のね、作ったね、砂山さん、見たい、見たい。特別に見せてあげる。バーバー砂場バーバー。あ、バトルになるの、マジで。あ、なんだ、ここで砂場野生か。これゲットでけえの。どうしよう。あ、でもレベル30か。でも欲しいな。よいしょ。あ、そっか、効果なし。ごめんごめんごめん、間違った。の方、危ない危ない危ない。欲しいなぁ。パーティーには加えないけど、一発でいけるか。でさ、水やっても絶対水攻撃、バブル光線に倒しちゃうもんね。やった、おー、やった、その場やったやった、よし。トラック完了。キャビオラとゴースト地面、よいしょ。手持ちには入れないけどね。ああ、残念、砂を集めさせるはずだったのに。いや、他にも獲物はいるよね。男の子がいたところに何か落ちてる。あ、星の砂、どうも。あ、ということで
16番道路に到着しましたので、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。じゃあ次回は、ね、この先ポーターに向けて進んでいきましょうということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。